風景画家である。ウィーンなどで学んだ後、1873年からバルビゾン派の画家の一人として活動したが32歳で病没した。現在のルーマニア、船ドアラ県の Z メートルに生まれた。父親は郵便局長で家族は各地をしばしば転居した。アラドで画家のボームパールに絵を学んだ。1864年に父親の希望で 法律を学ぶためにウィーンに移ったが、美術に展示ウィーン美術アカデミーで学び、1866年に風景画家のアルベルト・ツンマーマンの弟子になった。1869年にミュンヘンの展覧会に出展し、フランスのバルビゾン派の画家たちと知り合うことになった。1870年に学生仲間のオイゲン・にイエッテルとオランダを旅し、 その年の終わりに古いハンガリーの友人ムンカーチ、ミハーイが学んでいたデュッセルドルフ美術アカデミーに入学した。その後、ロンドンの画商の招きでイギリスに渡り、イギリスを代表する風景画家のジョン・コンスタブルの作品から影響を受けた。1873年からフランスに住み、バルビゾン派の画家の一人として活動し、サロンド・パリに毎年出展するようになり、 1878年のパリ万国博覧会の展覧会ではメダルを受賞した。この頃には、おそらく結核と思われる病気が悪化し、シャライコールルイコール本の自宅の事故で重傷を負い、回復することなく1879年の春に死去した。32歳だった。ありがとうございます。